では一体ずつ見ていこう。まずはサノスは、皆さんこんにちは、ジェイズホビーベースへようこそ。ついに届きましたよ、全宇宙最大最強の征服者サノス。そして今回はその子供たちも連れてきたよ。とにかくでっかい、もうね、こんなボリュームととってもいい出来なので、今回一発目はもちろんサノス。そして次回から順々にブラックオーダーの4人をご紹介していきまーす。アズブロ、マーベルレジェンド、アベンジャーズ、インフィニティウォー、サノス、ブラックオーダーセットでーす。イエーイ。ここまで引かないと画面に収まりきらない。この商品は2020年の12月に発売されました。 MCU 映画アベンジャーズインフィニティウォーにて登場したサノス、そしてサノスの子供たちと呼ばれているエボニー・マウ、プロキシマ・ミッドナイト、ホーバス・グレイブ、カル・オブシディアンの側近たち、この5人が一つになってしまった。もう楽勝で星を滅ぼせるセットです。表だけで特別感が半端ないね。早速パッケージから見ていこう。黒を基調としたパッケージにこの金や紫のサノスカラーの枠がかっこいいね。インフィニティウォーのロゴの下には英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語でサノスの子供たちとワールドワイドな表記がされています。 Google 翻訳最高。横はこう、めちゃくちゃかっこいい3人。上からサノスにカル・オブシディアン、ホーバス・グレイブのイラスト。後ろ、これすごくない？もう絵画でしょ、めちゃくちゃかっこいい。これ眺めてるだけで飯が6杯は食えるね。近くで見ていこう。勝ち誇ったサノスにプロキシマ・ミッドナイトの扱いの良さよ。いい顔してるコーバスにエボニーマウのデコでかい。カルオブシディアン全部でかい。後ろには無数のサノスの艦隊も描かれています。この絶対感半端ねえ。反対サノスはこっちにもいるよ。この二人もどんだけ凛々しくかっこよく描いちゃうのよ。下と上はアベンジャーズが砕かれていると。では開けていこう。聞け、そして喜べ。お前たちはサノスの子によって死を迎えるのだ。はい、たまらん。笑顔が素敵なサノスには焼けただれた腕とヘッドパーツが付属。以前はビルドフィギュアだったカル・オブシディアンは劇中に近くなった新規造形。付属の斧もでかい。エボニー・マウは唯一付属品がないかな。高一点のプロキシマ・ミッドナイトは剣と槍もついてきます。コーバス・グレイブは造形めちゃくちゃすごいね。キャプテン・アメリカにも持たせた槍も付属。背景紙はこう。ではブリスターから取り出してじっくり見ていきましょう。では一体ずつ見ていこう。まずはサノスは全体こんな感じ。お顔はどうでしょうか。このチャンネルでもたびたび紹介してきましたサノスのフィギュアですが、今回はマーベルレジェンドということで、その出来はシワの感じ、またはそのシワの墨入れなどが相まって立体的でとってもいいのではないでしょうか。この表情も口角が上がって、でこう何かを成し遂げた安堵の表情と言っていいのかな。貴重なサノスの表情パーツだと思います。サイドの耳、こめかみ、そして顎のラインのくぼみなどを細かく作り込まれています。体は特に劇中に近くなっていますね。このブツブツとした素材の感じだったり、この胸のプレートのここ、わかりますかね？模様がうっすらデザインされているんですが、これが劇中通り。素晴らしいです。また、襟の部分だったり、肩口の造形もいいですね。
背中はこういった一部のカラーリングなどは異なりますが、ほぼ劇中通りです。太い上腕と肩、そして4本のラインもしっかり入っています。左腕はガントレット装着状態、汚しの塗装や細かなモールドが素晴らしいです。しかも今回ストーンは6つ全て揃っていて、指パッチン、フィンガースナップ状態になっています。ストーンはクリアパーツではありませんが、しっかりと塗装がされています。腰回り、ベルトの造形もいいですね。足はシワの感じがいいですね。左右のラインと膝の裏まで細かく再現されています。足のジョイントの裏までシワやブーツのデザインに合わせてあるのが素晴らしい。膝から下のブーツは造形が素晴らしいですね。金と黒の塗装もしっかり入っています。足首のデザインは劇中とは若干異なりますけど、まあこれはこれでいいかな。足の裏はこんな感じ。では可動を見ていきましょう。頭部は左右よく動きます。前にうつむくとここまで、上は結構いけるね。体は腰で左右のロール、胸の下で前後ろクリックがあります。腕は肩を真横に上げるとここまで、360度クリックで回って上腕でロールがあります。肘を曲げるとここまで、手首は回って内側外側に動きます。ガントレットの方もよく動くんですが、最初硬いので気をつけないといけないですね。外側は干渉していかないな。下半身、足を真横に上げるとここまで、開脚はここまで、ももで左右のロールがあります。足を前に出すのは苦手でこんな感じ。膝は二重関節で結構いきますけど硬い、くっ、ここまで。後ろはスカートが邪魔してほとんどいかないな。足首にはクリックがあります。上、下、内側、外側も良好です。隣にフィギュアーツのインフィニティウォーサノス置いてみましょう。はい、色味もね、こっちがゴールドちょっと明るすぎなのに対してこっちの方がリアリティがありますね。よく見ると細かな衣装のデザインだったり肌の色も今回の方が再現度は高いですね。何より大きさがだいぶ違うね。今回の方が大きくて肩の筋肉も盛り上がってたくましさがアップしています。なんか体に対して頭がちっちゃい気はするけどね。可動は結構動いてくれるところが多くて、マーベルレジェンドの中では優秀な方だと思います。ただ下半身だけはやっぱり狭いね。足が太いからなんとか片膝立ちやってみたけど、まあね、これまでが限界ですね。でも未来で起こるであろう配管に座らせることは可能です。続いて付属品見ていきましょう。交換用のダメージヘッド、左半分にインフィニティストーン作動による火傷を負った顔ですね。塗装が後ろまで塗り込まれています。表情なんかもよくできていて、サノスの普段から見せている険しい顔そのまんまだね。交換するとこんな感じ。うん、いいんだけど、顔半分だけ焼けただれてるのもなんかおかしいよね。なので、もう一つの付属品がこの焼けただれた左腕。もう腕全体に火傷が広がっていて、もうね、これプリントだけじゃなくてモールドもしっかりボコボコした作りになっています。そしてガントレットも使用された後のボロボロ感がよく出てますね。これは素晴らしいです。ガントレットの前腕の部分は可動しますので、まあね、この手首の可動の妨げに少しならないようになってるかな。でもこれ取ろうと思えば取れんのかな。あ、取れるね。まあ取ったからといってこれもおかしいけどね。
両方交換してみました。いや、この痛々しい顔と腕、まさにあれを決行した大将といったこのシーンを再現できるってのは嬉しい限りです。まあ、インフィニティウォーの時はこのダメージ特になかったんだけどね。なので欲を言えば、このノーマルの表情のダメージなしのヘッドもつけてほしかった。このダメージヘッドにはエンドゲームで見せた鎧を脱いだ状態のボディーパーツだったり、ガントレットのストーンが全てなくなった状態のハンドパーツが欲しいところ。それがあれば完璧なんだけどね。サノスはこんな感じ。というわけでサノス編はここまで。次回はブラックオーダーのカル・オブシディアンとエボニー・マウをご紹介します。